とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は最難関クエストが出てますね。ここ、壊れたシタデルのデイリーチャレンジです。プレイヤーの HP が 75% 減少する。これだね。めちゃくちゃ難しいのよ。ただ、バブルで行くと楽勝なんだけども、ここを近接で行くのが難しいんですよ。まあ今日はこの装備、勇者のアーマーの影突を使っていきます。ソウルが溜まるまではポーションバリア編成でやっていきます。では、頑張ってきます。OK! とりあえず一発目の影突ができるようになりましたので、スタートです。行きましょう。まずは敵が密集してるところを探そうか。まあ、なんか嫌な場所だね。うん、とりあえずここで行く？なんか敵が全然密集してないし、強制戦闘はちょっと行きたくないな。あ、ねえ。密集してるところがあれば嬉しいんだけどもないな。次か。あと2体ぐらい倒さないと影化できないんで。あ、ここいいんじゃないですか。ここ行こう。あぶねえ。うん、これで安定できるでしょう。しゃあ。んで、どこだ？シタデルはね、あんまり、キャプテンがいないんですよね。なので、まあ一応探しながらは行くんですけどね。探しながらは行くんだけども、まあいなかったらすいません。一応探しながら行きます。うわあ！ちょっと待って。ちょっとお前らとは戦わずに行きます。敵を無視していけるっていうのも、やっぱり影突のいいところっすよね。敵を嫌な奴は無視していけるっていうところは、でっかいと思います、うん、よっしゃ、はい。OK。だいぶ溜まったんじゃない？今ので。今のでだいぶいい感じにソウルが溜まったと思います。こんぐらいあれば、いいね。で、あとはもう影化が切れるぐらいの時に戦っていけば大丈夫でしょう。うわ、ちょっと待って、危ね、死ぬところ、死ぬところ、いけるかな、ワンパンで。よし、オッケー。いや、ここも絶対むずいよ。オッケー、もう速攻影化していこう。オッケー。待て待て待て。あと何体いる？あ、こっちにもいるんかい。めんどくせえな。危な。はいはいはい。影突で今日は行っちゃうよ。来い。よし。影突とポーションバリアの併用で絶対クリアしたるからな。絶対クリアしてやるぞ。よっしゃ。よし。若干この羽がない部分で動きがね悪くなるっていうのはちょっと弱点ではあるよね。うん、でもいけるいける。影突は安全だからいける。ここは敵が多いんだ、多いんだけども、まあ最初にエンダーマンやっちゃえばなんてことないでしょう。影化はまだすぐできるね。オッケー。まずエンダーマン倒します。よっしゃ、危ねえ。どこだ、もう一匹。どこ、あ、いたいたいた。あ、でもちょっと待ってね、影化がクールダウン終わるまで待ってくださいね。よっしゃ、いいね。
あとは別に無理に倒さなくていいからね。あんな集団のところに行ったらね、もうボコボコされて一発で終わるからね。じゃあ逃げろ。いいね、いい感じ。あぶねえ、死ぬとこだった。あぶねえあぶねえ、死ぬとこ死ぬとこ、あぶねえ。絶対行ってやるかな今回。よし、あぶなあ、ボコボコにされるとこだった。よし、いけるいける。こういうとこも安全だね。とりあえず敵が全部出てしまうまで待ってから一気に叩く。いやいやいや、ここは難しいよ普通でいくと。よし、いいかな、 OK。 一気に叩きましょう。あれ、ここはあれじゃない、エンダーマイトが、あ、エンダーマイトじゃないや、あのでかいやつが来るとこよね。オッケーオッケー、でも大丈夫。とりあえずある程度出してから一気に叩いた方が効率がいいんで、いいかな。オッケー、来い。よし、オッケーオッケー。あんま無理すんな、あんま無理すんなよ、あんま無理せずに行けよ俺。危ない、死ぬ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 、危ねえ危ねえ、死ぬとこ死ぬとこ、絶対死ぬじゃん。あっぶねえお前、やめろよ。あ、あ、いた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 、キャプテンいた。あ、こんなとこにいたのかお前。しゃ、あっぶねえ。あー嘘シュルカ食らってるやん。はい、神秘じゃなかったのが若干残念だけども、まあいいっすか。いや、ダメですね。ちょっと戻って探してきたんだけども、いない。うん。キャプテン今回は、あの一体だけかな。ちょっと探したんだけども、いなかったですね。まあ、とりあえず、このままボスに向かいます。重力パルスか。最後の最後なんか、嫌なやつ、出てくんなよ。頼むから。最後の最後になんか、嫌なエンチャント来たらもう最悪だもんね。まだね、全然気は抜けないです。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あ、やばい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 。あ、でも大丈夫か。しゃ、エンダーマン一撃だからいいよ。よし、重力ならば全然余裕だね。いや、むしろ倒さなくてもいいかな。うん、むしろ倒さずに進んでいって良さそうですね。ではでは、影突で行かせてもらいます。しゃあ、あぶねえ、もう安全に行くから、安全に。ちょっと待って、なんかこれ変な場所だな今回。ちょっといつもと場所が違う感じですね。でもまあいいや。なんだ、もう影の秒数が見えなくなったのが本当に嫌。あれなくしてほしいな。ちゃんと秒数見せて。わかんないよ。ああ初めて死んだ。まあまあまあいいや。オッケーオッケーオッケー。もう行きましょう。ここに引っかかってね、ちょっと待っときますね。あと一発、いや二発かな。うん、うまいこといけばあと一発でいけそうな気はするんだけども、なんか影、おし、オッケー。あ、やばいやばいやばい、あぶねえ。最後の最後まで気抜けないじゃん。よし、とりあえず倒してクリアしました。ね、変更点が1個もつかなかったのがちょっと残念だったんですけども、まあ、一応影突、楽勝でクリアすることができます。楽勝じゃないな、うん、やっぱり気は抜けないところがありますけども、うん、まあ他の
装備よりは楽にいけたんじゃないでしょうか。はい、ということで今日は 75% HP が減少するデイリークエストクリアしてみました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。